お主の年の頃、わしは次の長尾忠頼と言われておった。先生ならば当然でしょう。政治を抜かすな。腕がいいだけだ。先生には感謝しております。かつてわしは鍛錬に明け暮れ、家族を持つ暇間もなくてな、巴を後継ぎにしたかったが、あやつの所業は許せなかった。お察しします。わしは弓に生涯を捧げ、弓はわしの名を世に広めた。だが弓は所詮武具よ。家族を持てばよかった。先生、わしのようになるな。クロードに飲まれてはならんぞ。巴は神館におる。猛虎を率いて名声を得ようと駆け回っておるわ。ならば必ず捕らえましょう。捕らえて始末をつけねばな。丸焼けだ。冷やを使ったな。背をいられておる。今日疲れたのか。これは日本の矢。叔父上の陛下。犯人は島の者だ。おそらく集団。先生ならば話は別だが。ご無礼をいたしました。俺に忍び寄るのは進めんぞ。ここの猛虎を殺した者のお仲間かと。その方は侍で年老いた弓取りでした。石川先生だ。どこにおる？確か1日か2日で我が家に戻るはずです。そなたの家に？飯も暖もありますので。何の御用か存じませんが、下級のご様子でした。巴の足取りがつかめたのか。家はどこだ？この近く。じきに吹雪くので、まず私の罠を調べ、それからお連れします。よし、共に行こう。名は何と？松と申します。先生から何か聞いたのか？いいえ、何も。無口なお方なので。相変わらずか。まさかお侍にお会いできるなんて。戦は思わぬ縁を生むな。
これを機にぜひともお伺いしたいことが。申してみろ。人の生き死にを左右できるお力を得られてどのようなご気分？重い席が伴う。密かにお楽しみでは。俺が化け物ならばな。それは意外なお答えでした。あれ、私の罠です。すぐに調べろ。先生が立ってしまう。体、仕掛け直します。そなた狩りをしてはどうだ。狩りだなんて私にはとても。では餌を変えてみろ。そのつもりはありません。餌は何だ。獲物をその気にさせるだけ。それは愉快。男でも釣る気か。次を見に行きましょう。北の暮らしは辛そうだな。どこも同じ。私は南から逃れてきました。連れは？父も母も幼い頃に。以来一人で生きています。あなたは立派なお生まれでしょう。志村殿の甥だ。志村？まさかあなたが噂のクロード？でももののけのごとき背の丈だったはず。嘘だ。猛虎をたばかるためのな。それはつまり大げさな話を広めたということですか？勝つためなら卑しき真似もせざるを得なかった。誰もがそう。任せろ。飢えておるな。お主らどうか見逃してください。人の獲物だろう。お許しを。ひもじくてついもう何日も木の皮しか食っとらんのです。持っていけ。ありがとうございます。逃がしたのですか、獲物まで。飢えた島民だ。敵ではない。噂とは別人のようです。全てが誠ではないぞ。じきに空が荒れる。罠は残りいくつだ。あと一つ。でも少し遠くに。通ってばかりで失礼でしょうが、クロードと呼ばれるお気持ちは？クロードとて人、仲間がおらねばとうに死んでおる。謙遜なさらずとも。これまで生き延びたのも足立家の僧侶や野党のおかげだ。皆の働きは語られぬが感謝しておる。先生が立つ前にそなたの家へ急ぐぞ。最後の罠はもう少し先にあります。あれです。何か取れてるかも。ああよかった、獲物取れたのだな。これで飢え死にせずに済みそうです。何を見ておる。本土、猛虎も戦もない地。あそこなら生き直せる。本土へ渡れたとしたら何をする。京都で小さな宿を開きたい。琴でも習って雅な着物を着た人たちが止めどなく泊まりに来て、下男が金を巻き上げる。京都が大騒ぎになるな。吹雪そうだ。行こう。先生がお待ちでしょうからね。
ひどく吹雪いてきました。どうか離れずに。それならば俺の後ろに乗ってはどうだ。今なんと。気にするな、急げ。始末する。下がれ。したがるはずですね。家はどこだ。この近く。さあ、うん、ここです。お入りください。お優しい方だと思いましたが、先の戦いではまるで。島のためなら鬼にもなろう。私たちは辛い過去を背負い、心に闇を抱えています。そうでなければ生きられない。先生も似たようなことをおっしゃったが、お前が言うと自然に聞こえるな、トモエ。先生曰く私は敵を見くびる癖があると。俺を殺そうとしなかったな。なぜだ。猛虎に裏切られたの。技を盗まれた挙句に捨てられたか。抗っては見たものの、旧兵を全て倒すなど無理だ。つまり助太刀がいるのだな。だが我らで十分。どこが狙われるか知りたいでしょ。三人で奇襲を仕掛け打ち滅ぼせば私の気も晴れる。先生のお気持ちを聞かねば。ジン、止まっていってよ。いや、トモエ、すまんな。酒井、守備はどうだ。知らせがあります。
の城郭で巴と話しました。猛虎に裏切られたそうです。目の前におってなぜ生かしておいたのだ。旧兵が先陣を敷いております。巴は共に一掃したいと。隙をついてわしらの首を跳ねるつもりかもしれん。殺そうと思えばいつでも私を射抜けました。あやつを信じて報われた試しなどないがな。信じておりません。なれど我らも巴も助力を必要としています。乗ってやるとするか。肩をつけてやる。菅笠衆は対馬の面汚し、よく退治してくださった。